どうも、エルです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。さて、そうだね、神殿なんだけど、ちょっとデータ飛んじゃいまして。この謎解きパートね、ちょっと飛んじゃいまして、謎解き終わったところからやっていきたいと思います。まぁ、ちょっとパズルゲームみたいな感じだね。のやつでした。じゃあ、扉開いたんで、扉の奥行っちゃいましょう。おー、マスターソード。いいねー。もう、ここでゲットか。めちゃくちゃありがたい。相変わらずかっこいいねー。この感じがね。じゃあ、チェック。剣があるちと認めた。あんたにかけられていた魔力の塊さ。確かに私たちの持つ影の魔力とは違う。気をつけな。あんたが触れたらまた獣に逆戻りだよ。こんな危険なもの、今ここでなくしてしまうのが一番さ。待てよ。逆にこれがあればいつでも獣に飼われることだよな。せっかくザントがくれたプレゼントなんだ。遠慮なく使わせてもらおうか。必要になったら私にいいな。いつでもその姿を変えてあげるよ。それにこいつのおかげでその姿からでも簡単にワープができるはずさ。なあエルサ、あんたに頼みがあるんだ。私と一緒にハイラルのどこかにある限りの鏡を探してくれないか。その限りの鏡こそがザントにつながる残された唯一の鍵なんだ。いいね、見たな、可愛かったね。さあマスターソードね。ちなみに試し切りしてみよっか。トントントン。おお、何もなし。で、長押し回転切りだけど、ああ、HP フルで真、あれなんだね。真空切り的なものはないんだね。ちょっと待ってね。こっちね、お宝があったから、お宝ってか、これね、これ。何が出る？あ、はい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 。しまった。いきなりセンスっすか。びっくりした。それね。はいはい。センス。はい。いただき。ゴーストの魂ね。んじゃあ、ワープしよっか。ちょっと待って。その前に、掘れる？ここ。あ、すげえ、移動できた。ん？移動してきてよかったところ。ちょっと不安になるな。う
はい。このコンボ強いね。ただ、さすがにあれは届かないから、リンクに戻して、で、ねえ、久しぶりの弓。あ、これさ、これだとどうなるの？ダメか。お、お宝来たね。意外と潜ってみるもんやね。いいね。ですよね、ハートのかけらだよね。よし。じゃあワープしよっか。欲しいからとりあえずここかな。ああ、狼状態じゃないとワープはできないんだね。ああ、いいね。ただただああ、そういうことか。ワンチャン維持なんだね。エルダさん、いますか？え、マジで？こいつを知ってんだ、俺のこと。いたいた、エルダさん。お手紙をお届けに参りました。テルマさんからのお手紙ですね。はい、じゃあバイバーイ。いいよね、あの子ね。これじゃなくて。至急来られたし、仲間に会わせたいということなんで、酒場ね、了解。ただ、その前に、奥義の所得はしたいから、奥義取り行こう。この辺りにいるはずなんだけど、師匠どこ？師匠？お、人がいた。あら、大きなバッタさんが飛び出した。お前、バッタか。そんな格好しておられるというものは、あんた虫さんお好きなんですよね。申し送りました。私、虫さん王国のプリンセスアゲハと申します。世界にいる24匹の黄色い、金色の虫さんを舞踏会にご招待したいんですけど、道にでも迷われたのか、全然集まってくれないんですの。ねえ、あなた、彼らを見かけたら、門の向こうのアゲハのお城まで連れて行ってくださらない？バッタって言われたよ。バッタか、その発想なかったな。一生来たよ。
またあったな。次の奥義は奥義の中でも大技中の大技。場合によっては体力をかなり消耗することになるかもしれんが、それでも技を身につけたいと思うか？はい、ぜひ。だがその前に以前教えた外もぎり、使いこなせれているかまた試させてもらおう。おい、外もぎりね。あのね、難しいのよね、背面潜るの。ほい。よし、確かに我が奥義、己のものとできているようだな。では、第4の奥義。兜割りか。走行していても、いながらも動きの速い敵に対しては外もぎりで背後に回り込んだは不可能。まあそうだね。そのようなものにはまず縦アタックでひるませてからすぐに A を押し、上空から相手の頭上に剣をお見舞いし、そのまま背後に降りてまたすぐ攻撃する。おお、これが兜割りだ。やってみろ。かっちょいいな師匠。あーなるほどね。うむ、見事だった。縦アタックの後に兜割りの機会を見逃せないぞ。あー派生技なんだ、すごい。奥義その4、兜割りを習得した。縦アタックで敵がひるんでる間 A で頭上から剣をお見舞いする。あと3つ。7個か。はいはいはい。ってことは、やっぱあれだね。真空波ない感じだね、今のところは。いや、あんのかな、わかんないけど。さあ、テルマさんのところ、久しぶりやね。エルザ来てくれたんだね。あんたのこと待ってたんだよ。それにしてもいいタイミングだよ。ちょうど今あんたの話をしてたところなんだ。みんな紹介するわよ。その男前が噂のエルザさ。ほら、前に話したの覚えてるかい？おかしくなっちまったハイラルを何とかしようって集まった仲間なんだ。本当はもう一人いるんだけど、今東の砂漠が怪しい雲行きでね、ちょっと調べに出かけてるんだ。ラフレルってじいさんなんだけどね、また会ったら話をしてみるといいよ。さあさあ、せっかく来たんだからゆっくりしておいき。みんなとも話してごらん、気のいい連中だからさ。すごい変人扱いされてたけどね。東の砂漠か。どうも。いや、君がエルザだね。僕はシャッドって言うんだ。よろしく。テルマから活躍は聞いたよ。すごい腕っぷしらしいじゃないか。僕なんて本ばかり読んでるから腕の方はからっきしさ。でもハイラルの歴史や神話にはちょっぴり詳しいから、興味があったらいろいろ教えてあげるよ。顔見えてる見えてる。で、お姉さんがめっちゃ目つき悪いな。アッシュだ。フェーズティア開けないかな。私は幼き頃、山にこもり、騎士団出身の父へ兵法を叩き込まれ、男のように育てられた。故に人並みの作法は知らぬ。この先無礼があっても許されよ。それよりお前に一つ忠告しておこう。ハイラルの北の山、スノーピーク。あれは私の知るような山とは違う。まだ詳しいことはわからないが、普通の山ではないことは確かだ。魔が支配している。何か分かればまた知らせよう。それまで近づかない方がいい。うん、じゃあやっぱあれか、東の砂漠の方に行く感じか。あ、にゃんにゃん、お世話になりました。まあとりあえず東の砂漠だね。テーブルの地図を見よう。今、ラフレルのじいさんがハイリア湖の方で砂漠の調査をしている。はいはい。
こに行くわけか。これでいいのかな。よし、じゃあ行こっか。なんかすっごい見てるね。あ、手紙の人か、ポストマンだ。お肉ですね。椅子に座れ、椅子に。よし、じゃあ今回ここまでにしましょうか。結構霧がいいんでね。で、まあ次回は、こっちの方からスタートかな。まあ楽しみだね。とりあえず、あ、飛べるね。うん、飛べるから、ここ飛んだところからスタートしたいと思います。ということで、皆さんご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。